セリーグは1日、各地で3試合が行われ、連覇を目指す阪神が早くもリーグの貯金独占状態となった。写真小なり中 D 大炎上。初回、9失点と打ち込まれ、降板する涌井、左、試合前の時点で2位だった巨人はヤクルトと本拠、東京ドームで対戦。だが、先発右腕、赤星が初回オスナに先制の6号3弾を浴びると、3回には村上にも6号ソロを被弾して5回7安打4失点で降板。打線は7安打を放ちながらも最後まで得点を奪えず 0-4 で敗れ、今季初の同一カード3連敗となった。同じく試合前の時点で3位だった中日も本拠バンテリンドームで DeNA と対戦。だが、こちらは37歳のプロ20年目右腕、涌井が初回を投げ切れず、2の3回で9失点 KO された。牧に3号3弾を浴びるなど打者11人に8安打を浴びての降板。結局、17安打を浴びて 1-12 の大敗だった。初回から大量失点して敗れた巨人と中日。この結果、巨人は13勝13敗3分けで、4月10日以来の勝率5割へ逆戻り、中日は12勝13敗3分けで、借金1となり、広島戦、松田を延長12回の末に -2 で引き分けた阪神が15勝9敗4分けとしてセリーグの貯金、6を独占する形となった。セリーグ球団1チームの貯金独占状態は2022年7月28日以来、その時は首位のヤクルトが56勝34敗1分けで貯金22だった。また、阪神の5月以降のセリーグ貯金独占は2015年7月6日以来9年ぶり。阪神は2019年3月30日にも貯金2で独占したが、この時は開幕2戦目だった。